中日8試合で12点。名古屋グランパス並みの得点力。サッカーやろ、ようやっとる。4試合完封負け。チナ外国人野手4人使ってる。チナ開幕戦は6点も取って勝ってる。終わりだよ。投手が完封すればいいだけやな。勝てない試合で点取っても意味ないから調整しとるんや。シーズン総得点200点以下ペースやんくさ。二遊間と打てる外国人と打てる選手さえいれば本間予想を下回ってくるな。このチーム見てて何が面白いんや。このチームクリーンナップに外人3人並んでてこれは辛いな。8試合終了時得点ランキング、ハーランド14点、中日12点。今すぐこのハーランドって選手獲得すべきやろ。ハーランドが足で打った方が打球飛ぶんちゃうか。名古屋グランパス8の直近8試合は13得点だぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。